マリオとルイージの名前が、はっきり覚えてないですけど、あのカーデザイナーのジョージ・アローがいて、でお父さんかおじいさんがマリオ・アローっていうらしくて、で僕が工業デザイナーなので、そこからマリオとルイージの名前を取ったっていう話が昔あったんですけど、それは嘘です。ヨッシーはオスですかメスですかみたいなことがすごい議論になったって聞いたんですけども、もう自分たちの中ではヨッシーはどっちでもない、中性、男でも女でもない。であとキノピオも同じなんですよ。キノピオも実は男の子女の子キャラみたいな風に思われてますけども、さあどっちでもないっていうのが最初自分たちが作った時の設定でした。あの僕ね、割とその感覚は近いと思うんですね。昔あの例えばポパイとブルートとオリーブっていうのは、まあ、いろんな役割で話が進んだり、日本にはあのコメディのグループがあって、吉本っていう喜劇があるんですけども、そこはもう毎回同じ有名なタレントさんがいろんな役で出てくるんですね。で今回は次はその人がどんな役で出てくるか楽しみみたいなイメージが、そのマリオのキャラクター全体には僕はあるなと思ってて、それはやっぱりもともと自分が漫画を描くような立場だから、それがすごく自然に最初から頭の中にあるのかなとは思います。だからそのような話を僕したかもわからないですし、その仮説は正しいかもわからない。いや、なんかあまりにも痛々しい話なので僕は好きじゃないです。あのスターフォックスはあのちゃんと自分の足でみんなでこうやって走ってます。うん、けどなんかそう SF っぽくてかっこいい発想ですよね。聞いてないですけども、まああのソニーとニンテンドーはもともと一緒にあのスーパーファミコンの頃はハードウェアの開発をしていたということは知られていると思います。初めて聞いた僕も初めて聞きました。あの名誉のために手塚さんの奥さんは割とあのスリムな人です。Welcome everyone, my name is Ali A from Legends of Gaming. Today I am here with MTV to bring you guys a ton of behind the scenes information from Call of Duty Black Ops 3, the brand new Call of Duty.